どうもピチピチなテクタンと申します。帰り神2実況プレイパート63始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。62始めていきたいと思います。また宣伝機に来ていて、ちょっと先ほどねリハーサルではないけど練習風景見てたとこですね。その後の話ですね。自分生の舞台を見たのは初めてでありますが、ものすごいものでありますね。千年期は日本でもトップクラスの劇団だから当然よ。ただいきなりの代役で全員あそこまで完成しているというのはさすがに驚いたわ。めちゃくちゃすごかったんやね。めいめいに感想を述べながら劇団の廊下を歩いていると、大きなカバンを担いだ初芝さんが向こうからやってきて、おーお疲れ。あ、刑事さんお疲れ様です。初芝さんこそお疲れ様でした。お芝居すごく良かったですよ。正直な感想を率直に告げると、初芝さんは顔を真っ赤にしながらうつむいてしまった。さっきまで舞台の上で堂々と演技をしていた女性と同一人物とは思えないほどだった。ご覧になっていたんですか？恥ずかしい。私なんてまだまだ未熟で、今も代表に怒られてたところです。ああそうなんや。厳しいでありますね。しかし自分はそりゃあもう感動したであります。ありがとうございます。ようやく小さく微笑むと、初芝さんはぴょこんと頭を下げた。そんな可愛らしい仕草に鴨泉警部補も頬を緩ませ優しい声で尋ねる。そうそうなんや。今日はもう稽古はおしまい？いえ、これから少し自主稽古。ん？これから自主稽古を少し。あれから特に変わったことはないかしら？鴨泉警部補が言っているのは例のヘアブラシの件だろう。初芝さんは少し顔を曇らせる。はい、あれからは特に。ロッカーも変えてもらいましたから。ああ、そう。そう、それならよかったわ。じゃあお稽古頑張って。はい。自分も必ず本番見に行くであります。ありがとうございます。もう一度弾むようにお辞儀をし、初芝さんがとことこと廊下の向こうに歩いていく。初芝さん落とし物です。あ、なんやろう。大きなカバンからひらりと髪が燃え落ちた。え、よも何気なくそれを拾い上げ、僕は言葉を失う。ええ何何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 、心霊写真。小走りに戻って僕の手に握られたものを目にした初芝さんもまた言葉を失って棒のように立ち尽くす。それはありふれたスナップ写真だ。はあ、はあ、心霊写真。池のほとりに鏡込んだ初芝さんが快活な笑顔をカメラに向け、え、これ初芝さん作ってない？もしかして自分でわざと落としてない？そして池の中からは白く透けた女が彼女を抱き止めようとするかのように腕を伸ばしていた。え、腕見える？何これ。腕はようわからんけど、とりあえずそういう風に見えるわけやね。あんま見えてないだけで、ちゃんと前面見たら見えるんかもしれへんね。なんでこの写真がここに？それに、こんな変なもの、写ってなかったはずなのに。五十嵐さんや瀬戸さんが持っていた写真のような、しかし、それよりもはっきりと女の姿が写っている。これは、こういう写真に写った人は、その後死んで、小暮くん、小暮さんが言うたんかーい。不用意な言葉を鴨泉警部補が阻む。だが幸いにも初芝さんの耳には届いていなかったようだ。ああ、よかった。怯える初芝さんがビクッと体を震わせた。どうしました？携帯がメールみたいです。あ、もっと。恐る恐る取り出し、携帯の画面を開く。メールの本部に書かれていたのは、たった一行、またお前の番だってやつ。迎えに行くからね。誰がですか？これ誰から来たメールなん？宛先あるでしょ、メールやったら。キャーン！廊下に初芝さんの悲鳴がこだました。あれだけ演技うまいんやったら、こういう演技もできそうやもんね。初芝さん、落ち着いてください。いや、もういや、なんでこんなの、なんなの？反響欄になって取り乱す初芝さんの体を抱え、抱え、抱
抱えてるんかい。あたりを見ます。柿の谷くん、どこか横にできるところへ。そうしましょう。荷物は鴨泉警部補に預け、僕と小暮さんで両脇から支え、引きずるように事務所を目指す。あそこならきっと彼女と親しいスタッフの一人ぐらいいるだろう。とにかく今は初芝さんに安心感を与えて落ち着かせることが先決だ。だがたどり着いた事務所でもまた混乱のるつぼだった。うん、なんか怒ってたってこと？また神棚ピシャーみたいな。興奮した口調でどこかへ電話をかけている人や、慌てて飛び出していく人。佐伯さん、何の騒ぎですか？ああ、刑事さん。今外で岩永さんが。え？岩永さん、あの人が車に轢かれて。救急車、まだ来ないんですよ。もう嫌。私の代わりに呼んでくれたわ。いやー私も呼んどこ。立て続けの出来事に耐えかねて、初芝さんが悲痛な叫び声を上げる。今、轢かれたって言うとった？よね。誰の車？おるでしょ、車の犯人。引き逃げ？その間にも救急車、そしてパトカーのサイレンが近づき、ごく間近で止まった。まあ、でも今の流れで言うと、じゃあ初芝さんは怪しくないんか。鴨泉警部補、彼女も一緒に病院へ。わかったわ。ここは任せる。ええ。小暮さん、初芝さんお願いします。おっす。二人が初芝さんを連れて、慌ただしく事務所を飛び出していった。まさかのね、あの人までって感じやけど。佐伯さん、岩永さんに付き添わなくていいんですか？あなたがじゃあちょっと怪しくなってきますよ。ああ、大道具の若手がついてますからね。ああ、救急車。怪我だけなんやったらまだいいんやけどさ。救急車は再びけたたましいサイレンを鳴らしながら走り去っていった。残された僕らにできることはその無事を祈ることだけだ。こうも不幸が続くと、辻沙耶香のたたりってのも信じてしまいそうですね。何を言ってるんですか、佐伯さん。そんなの亡くなった辻さんにも失礼ですよ。ああ、そうか。そうですよね。いや、佐伯さんちょっと怪しくなってこうへん。だってさ、だって犯人、ねえ。あとだって、名前出てきてるの安藤さんと、初芝さんぐらいだけになってきたよ。でもね、刑事さん。似すぎてるんですよ、状況が。何の状況にですか？3年前、辻が死んだ事故です。場所もそうだし、よそ見運転ってのも一緒。車の色も一緒でしたよ。あ、そうなん。そう。あなたもしかしてなんか辻さんと付き合ってたり、辻さやかと付き合ってたりとかしてない？まるで3年前をもう一度繰り返したようにね。繰り返したって言ってもさ、引き殺したのは、あれでしょ？あの、岩永さんのことでしょ？そう、辻沙耶香さんも車に轢かれて亡くなったのだ。聞きましたか？当時の事故のこと。いえ、まだそう、詳細は知らんのよね。ただの事故じゃなかったんですか？事故はただの事故なんですが、辻が死んだのは偶然なんです。どういうこと？どういう意味なんだろう？狙いすまして轢いたのでもなければ、交通事故など、すべからく偶然の産物だろう。あの日も今日と同じように僕は事務所にいたんです。ふんふん。真っ青になった初芝が飛び込んできて、沙耶香が車に跳ねられた、と。後で聞いた話ですが、初芝が落とした定期入れを代わりに拾おうとしたところに車が突っ込んできたんだそうですよ。はあ、それじゃあ、もしかして死んでいたのは初芝さんだったかもしれないと。悪いことに当時の辻はすでに看板女優。一方の初芝はまだまだ実力が伴わず、小さな役しかもらえずにいた。それでも辻が助かって、舞台に復帰できればよかったんでしょうが、亡くなってしまった。ええ。口差がないものの中には、初芝が死ねばよかったのになんてひどいことを言うやつもいましたよ。いやー、それはひどい。それは言うたらあかんことや。僕はそこまで思わなかったけど、初芝は、まあ劇団を辞めるだろうなぁとは思っていました。その状況で劇団に残り続けるには相当な精神力が必要だろう。
うん、それを乗り越えてでもね、まあ、安藤さんがなんかね、まあ、褒めてくれたというか認めてくれた、うん、ことやから続けたかったんやろうね。周囲の声にも負けず、何より自分の中の声に負けないように踏みとどまるだけの大きく強い力だ。そして今、初芝さんがこの劇団にいるということは、彼女は全ての声に勝ったのだ。大した人ですね、初芝さんは。全くです。誰にも何もこぼそうとはしないで、ただひたすら努力をし続けました。いや、もしかして愚痴を言う相手さえいなかったのかもしれないですね。でもそのおかげで今の初芝は劇団には欠かせない役者になりました。でもまだちょっとね、初芝さんは真っ白とは言えない状況ですからね、疑っていきましょう。可愛いけど。それなのに、もう一度傷をかきむしるような事件が続き、辻沙耶香さんの亡霊か、はたまたそれを装った何者かが彼女を追い込んでいる。霧に包まれていた彼女の事件が明らかになるにつれ、辻さんのたたりという言葉は真実味を増していくようだ。でも車運転してるの誰なんて感じよね、ほんまに。だが、ここで謝ってはいけない。初芝さんを追い詰めている手が、生きた人の血ぬなれた手なのか、それとも死者の冷たい手なのか。おや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 、これはルート分岐なのでは。その見極めを誤らないためにもここで事件を整理する必要があるだろう。ちょっと微妙にセーブだけしとくか。なんか露骨になってきたよね、このルート分岐。この2になってから。気のせいかな。ここは大きな選択になりそうだ。あくまで現実の事件として捜査するか、超自然的な何かがこの事件には介在していると判断し行動するか。僕は一つ深呼吸してから事件の推理に意識を集中した。いや、できたらね、オカルトから行きたいんよね。写真に込められたメッセージ。すべての発端は、五十嵐莉央の写っている写真にあったと言えるそうね。心霊写真ではないかと疑われた写真は、結局その真贋がはっきりとはしていない。うん、今もなんか心霊写真ちょっと忘れられてるけど。ここが一番肝心な問題だ。僕はそれを本物の心霊写真だと思っている。偽物の心霊写真だと思っている。ちょっとオカルト行きたいんでね。本物の心霊写真だと思っているにしましょう。そう、あの写真に写っているのは、その幽霊の正体は交通事故で命を落とした女優辻沙耶香以外に考えられない。ということは、今回の初芝さんのスナップ写真に写っていた白く透けた女性、あれも辻沙耶香と見て間違いないはずだ。だとしたら、なぜ彼女は3度も心霊写真となってみんなの前に現れたのだろうか。あ、二択ね。なんだかのメッセージ、殺人予告。いや、殺人予告もなんだかのメッセージに包含されてると思うんで、こっちにしましょう。被写体は違うとはいえ、いずれも縁のあった、違う縁のあった人物の写真に現れるというのは、そこにメッセージがあるからだろう。それが何かは、歯がゆいがまだ見えてこない。では彼女は、幽霊となってまで何を訴えたかったのだろう。殺された恨み、役を果たせなかった無念。いやー、恨みじゃなくて無念の方なんじゃない？殺されたって言っても事故死やからね。役を果たせなかった無念でいきましょう。確かに女優にとって舞台に立つことが夢であり、日常であり、呼吸と等しく欠かせないものだったのだろう。だからといって死してなお、そのことに彼女はこだわり続け、そのために生きている人たちの命さえも奪っていったのだろうか。どうやらこの事件には死者辻沙耶香が深く関わっているようだ。最後にもう一度確認するが、辻沙耶香の霊は存在するか否か。存在するするもう絶対オカルトルートの分岐やん。考え直しまでできるしね。ということで、晴らせぬ恨みを抱え死んだ者が現実世界にまで影響を及ぼす。本当にそんなことがあるのだろうか。万が一その可能性があったとしても、それを理由に生きている人間を傷つけていいという話ではない、うん、どんな咎を背負っていても、生きているものは生き続けることでそれを償い続けなくてはならないのだ。自分が命を絶たれたから相手にも同じように息の手を止める。それは、憎しみが連鎖するだけな。
もしも一連の犯行が辻沙耶香の怨念によるものだったとしたら、その連鎖をどこかで断ち切らなくてはいけない。ねえ、初芝さんを殺すんはね、友達やったんでしょ。それこそが、きっと僕ら、編纂室の務めなのだ。いいね、編纂室らしくなってきましたよ。うおお、帰ってきてる。偶然。それは思いがけない出来事のこと。天の采配、それともいたずら。どう捉えるかは人それぞれだ。だが連続した偶然は本当に偶然なんだろうか。起こるべきして起こった出来事ではないのだろうか。岩永さんの自己記録に、目を通した僕はそんな疑念に駆られていた。岩永さん助かってるのどうな。運転手の証言。ごく普通の自家用車で家族のために買い物に出かけた男性はその途中で岩永さんと事故を起こしている。経歴にも不審な点はなく、健康面にも問題はなし。軽いむち打ち状態で病院に運ばれた運転手は警察官の取り調べにこう答えたそうだ。お、ここ大事よ。あの交差点に入った時、歩道に一人の女性がいた。びっくりするほど綺麗な人で、どうしてか目が離せなかった。いや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 、もっと、いや、ずっと彼女だけを見ていたくて、何？クルーズコントロールをオンにした。何クルーズコントロールって車の機能？あの道はしばらく直線が続くから、あ、はいはい、車の機能？なんか、あれか、自動運転って感じかな。そうすればハンドルも握らなくて済むし、アクセルも踏み込まなくていい。どうして車を止めようと思わなかったのか、その理由は今もわからないけど、あの時はただ彼女の姿を見ていたかったんだ。それあれじゃない、辻沙耶香の霊なんじゃない？だから道端にかがんでいた人を引いた瞬間は、どうして俺と彼女の時間を邪魔するんだって腹が立ったぐらいなんだ。いや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 、それはちょっとね、ちょっとこの人もなんかちょっと変な考えしてるね。っていうかかがんでたんや。だが現場付近ではそんな女性の姿は目撃されていない。そして女性の特徴は、黒くて長い髪をしたモデルみたいに綺麗な人で、泣き袋が印象的な人。あ、泣き袋、誰に泣き袋あるんやろ。それ聞いたことないよね。運転手が見たという女性は誰だったのか、そしてどこへ消えてしまったのか。いや、そもそもその女性は本当に存在したんだろうか。してないんでしょ。救急車で運ばれた岩永さんの意識が戻ったという知らせが届いたのは事故の翌日だった。3年前の事故、辻沙耶香さんの命を奪った時とそっくりな状況で起きた岩永さんの事故。その時何が起こったのか、それを張本人の口から聞くべく僕らは病室を訪れていた。あー、腕骨折してはるね。でも今回は無事助かったんよかった。もう生きててよ。お加減はいかがですか。ご覧の通りさ、何箇所か骨は折れたがまだ死にません。まあ死なんかったんはよかったけど、何箇所か折れたんや。結構スピード出てたんかな。無事な方の手でギプスをポンポンと叩く岩永さんの顔色はすっかり健康そうな血色を取り戻している。入院生活には早々と退屈しきっているようで、ベッドサイドには新聞や雑誌が積み上げられ、携帯ラジオのコードが渦を巻いている。早速なんですが、昨日の事故についてお話を伺いたくてお邪魔したんです。そんなことだろうと思ったよ。で、何が聞きたいんだ。お、いろいろ教えてくださいますか。そうですね。え、これどうやら全部選べれるんかな。事故直前何をしていたのか、運転手について、一連の事件について。うわー、どうしよう。事故直前何してたか聞こっか。岩永さん、事故の直前あの場所で何をなさっていらしてたんですか。そんなことまで聞くのか。俺がリオたちを殺した犯人だとでも思ってんのかい。いやいやいや、思ってないからこそよ。いえ、あくまでも形式的なものです。一応同じ劇団での出来事ですから、もしかして何かつながりがあるかもしれません。念には念をというだけです。うん、まあどっちだっていいけどな。あん時はそう、墓参りっつうかな、沙耶香の事故現場に手を合わせてたんだ。ほう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 。そういえば辻さんの事故現場もあの辺りだったんですね。ああ、そうだ、毎日通る道だから忘れようたって忘れられねえ。なぜ今そんなことを。好
月命日でもないでしょうね。はぁ、なんか回収されましたね、月命日。お嬢ちゃん、意外と古風な言葉を知ってるな。月命日でも何でもないけどな。近頃、ほれ、劇団も様子がおかしいだろ。あー、まあそうね。あんたたちみたいに若い人は笑うかもしれないが、もしかしてさやかの無念がおかしなことを引き起こしてるんじゃないかと思ってな。それであの子が好きそうな菓子なんかを備えてお参りしてたんだ。なるほど、そうだったのでありますか。事故を知っているもんは誰もさやかのことを忘れちゃいない。だがまだ生々しすぎるんだろうな。なかなかお参りしてやるやつもいないから寂しがってんじゃないかと思ってよ。生々しいからこそ行きそうなもんやけどね。怖いの方が勝ってるんかな。劇団のメンバーも方向性も変わっていくかもしれないけど、どうか天国からみんなを見守ってやってくれってな。そしたらこのざまさ、あんまりご無沙汰が過ぎてさやかも怒ってんのかもしんねえな。にしてもなんかかわいそうにやりすぎよね。なあ刑事さんたちよ。あ、待って待って、質問一個しか聞けへんかったんや。そっかそっか、まあいっか。一番聞きたいのはとりあえず聞いたからね。ジジイからの頼みを聞いちゃくれねえか。なんでしょう、僕らにできることなら何でも。簡単なこった、一刻も早く事件を解決して劇団を元通りにしてもらいてんだ。さやかの幽霊がどうのこうのってんじゃないけどよ、このままじゃあんまりじゃねえか。まあこの人は結構大事に思ってるんやね、劇団のこと。あの子は夢の半ばで死んじまったってのに、今じゃ劇団にたたってるなんて噂までされちまって、これじゃあ本当に浮かばりゃしない。ごめん、オカルトルートなんです。でもこれだからさやかのためにも早く犯人を。片腕で起き上がろうとする岩永さんを制しながら僕は本心から答える。もちろんです。必ず犯人を検挙して辻さんの墓前に報告できるようにしますから。でも全然なんかわからないです犯人まだわからないです。佐伯さんか初芝さんなんやろうなぐらいしか思ってないです。頼んだよ。多分ね、多分二択なんじゃないかな。短く一言つぶやいて岩永さんは目を閉じてしまった。いくら元気そうに見えても事故からまだ一日しか経っていないのだ。こうして喋っているだけでも体力の消耗が激しいのだろう。僕らは小声で挨拶して病室を後にした。どこ？あ、病院か。あ、さて次にどうしよう。わぁ、初芝さんに話聞きに行きたいなぁ。初芝さんに話聞こうか。僕は初芝さんに話を聞くことにした。てっきり岩永さんと同じ病院で療養しているものかと思ったが、近くの看護師に確認したところ、彼女はすでに退院したとのことだった。まあ、別にね、ちょっと、怪我したわけじゃないもんね。ちょっとキャーなってるだけで。携帯で連絡してみると驚いた。なんと自主稽古をするために劇団に向かっているのだというのだ。強いね、メンタル。え、生きてるよね。嫌な音してるなぁ。ああ、よかった。話しかけてるみたいやね。はい、ということで、時間がいい感じですので、初芝さんとの話は次回にいたしましょう。はい、ということで、今回はこの辺りで終了したいと思いますと思ったけど、思ったよりまだ時間がありあったんで、データベース読もうか。2個ぐらい回収してなかったっけ。そうよね、2個ぐらい読んでちょうどいいぐらいなんじゃないかな。クルーズコントロール。都市伝説の第一人者、ジャン・ハロルド・ブルンバンが、名著、ドーベルマンに何があったの？なんか可愛い絵本のタイトルみたい。に紹介された都市伝説の一つ。彼はこれを扱いながら、車の扱い方は現代アメリカのフォークロアに最もらしい伝説の限りないテーマを与えれているようだと言っている。1970年代後半にクルーズコントロールと呼ばれる速度維持装置を搭載した特別車が販売された。それを運転してたよね、犯人は。犯人じゃないの、事故のね、加害者ね。買ったドライバーはこれを飛行機の自動操縦と勘違いし、高速道路に早速乗り込んだ。60マイルにセットした後、一杯作ろうと後部座席に移動する。その30秒後に衝突してしまうというもの。近年では運転席を外す理由はコーヒーや他の飲み物、またはトイレの使用の例もあるという。
いやいやいや、運転席外すんは危なすぎでしょ。またドライバーはテクノロジーに弱いという偏見がある。中東の金持ちであることがあるようだ。このような伝説をブルンバンは、新しい技術を明らかに誤解する人々の存在を侮辱することが目的だとされている。うん、なんかあんまりその車の機能もがっつりした説明じゃなかったね。と月命日、個人の亡くなった日のことを正月命日、はあ、はあははあ、その日のこと、あるいは日々と呼び、月ごとにやってくる命日と同じ日付のことを特に月命日と呼ぶ。ちなみに仏式の法要は個人が亡くなって7日目の初7日から始まる。この日死者は閻魔大王から最初の審判を受けると言われており、一行を7日ごとの機微に遺族は法要を行い、死者は次の生を受けるために閻魔大王の審判を受ける。閻魔様ね、閻魔様はいると思わへんな私。そして正月命日から四十九日に迎える七十七日で、死者は閻魔大王からの最後の審判を受ける。一方遺族は僧侶の読経や、墓参りなどを済ませてから木割れの宴席を設け、その後白木の位牌を黒塗り、ああそう、絵の本位牌へ変えて仏壇へと納められる。なぜ法要が7日ごとに定められているのかというと、死んでから次の命を得るまでの期間を中遊中院と呼び、これが7日で1期、そして全部で7期の計49日あることに由来しているためだ。そしてそれぞれの裁きの日に個人の後世が少しでも良いものになるようにと、遺族は追善供養を行うのである。以降法事は初盆、100回日、一周期、7回期、13回期、17回期、23回期、もうそんなにあるんか。25回期、27回期、33回期、50回期、100回期に行うのが通例。最も一般的には33回期か50回期をもって弔い上げとすることが多い。100回までってなんか知らん人、な 100,、ね、100回期をその知ってる人、その人を知ってる人、生前を知ってる人、がでやるなんか無理やもんね、寿命的に。ということで、じゃあ初島さんとのお話は次回にいたしましょう。ということで、この辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。